えー、こんにちは花太郎です今日はですねあの結婚できないわけがありですねはいそちら6番は6話ですかねはいそちらまであの見終わりましたんでそちらの感想を言っていこうと思ってますのでよろしくお願いいたしますまあ基本的にはですね主役ですねえっ、ー、とこちら若槻さん演じる とえ名前なんだっけあと、早見もこ,もこみちさん演じるこの子とこの子、この子の恋愛話って感じになりますね。で、まあ、まあ、こちらの人の特徴として、こちらの人形を愛すると、うん。で、そういう人を好きになってしまったと。うん、そんな感じですね。だから、基本的な構造としては、みちゅこと若月さんと早見もこみちさんですね。この三角関係が基本的にはあると。はい、そんな感じのお話ですね。で、今日お話しすることがですね、えっ、ー、と、こちら。はいえーとこんな 感じですね基本的にはちゃんと見てたら面白いと。うん、だからちょこちょこね、何て言うかな、やってるなみたいなね、<laughs> そうそう、作り手さんの意図が見えるってうか、そうそう。だから、やっぱりいい意味で遊んで作れ作れられてるドラマって感じですね。だから今日もあの、あの、誰かが来て、なんか人形を光に当てるとかね、そういうなんか日常行とあと、ちょっと照明も使ってるのかもしれないけど、ちょっと透かしてみせるとかね。あとは、まあ、こちらにも書いてますけど、まあ、あの、 女の子がアタイっていう女の子がいたりとかあとはその社員さんの誰かねちょっと忘れちゃったんですけどえっ、ー、とマリ,マリコマリコん マリコっ,つってましたよね <laughs> だからそういうのとかは、だから演出もなんか行き届いてるし、あとはやっぱり編集とまあ映像でちょっと笑わせるっつうかね、くすぐったりする感じもあって、まあ、楽しく見れてる感じですかね。だからやっぱりニヤニヤしてみるって感じですね。若かって笑う時もあるのはあるんですけどね。で、えー、と1話、2話とかに関しては、やっぱりあの主役のこの若槻さん演じる、えー、誰だっけ、名前は。 あ、マリコか。そう。マリコ、マリコ、マリマリコさんですね。このマリコさんが引っ張っていったと。うん、そんな感じですね。だから2話ぐらいはめちゃめちゃ面白かったんですよね。うん。なんだろうな。だからやっぱりね、演演技っていうか呼吸も、だからこの人の特徴はやっぱり呼吸と、 あとね、音がね、微妙にず,ずらしてるのかずれてるのかっていう感じですよね。うん。だから自分も気になって、この子普通どういう子なんだろうと思って見たらね、やっぱちょっとこう真面目で面白いっていうね、なんかそういうキャラみたいですけどね、キャラというかそういう方みたいなんですけど、だから特にね、1話2話で言ったらやっぱモノローグのトーンとかね、うん。 だから一歩間違えば下手のギリギリリですよね <laughs> だからそのだから演技って不思議ですよねだからね、うん、そこはかとなくバカに見えるっていうね <laughs> その上手いラインをねついてるとだからやっぱキャスティングとかもねここ,あのこ,こ若槻さんに頼もうってなったそのキャスティングもなんかいいですしそうですよね結果的になんかねそう。 なんか役者さんとしてなんか輝いて見える感じにはなってますよねっていうね、うん、そんな感じであとはね最初の方あれだけどだんだんなんか上手くなってきたら意外と面白くないとかねそうそうそうその微妙な外し,か外し方というかね声で外して声のトーンなのかなうん本当面白いですよねだからこれからなんかいろんな演技を見てみたいですよね、うん 全然違うかもししれなないしね、うん、そんな感じですあとまあ出演者がねこちらの方とかあとこちらだ今日マ、まあ、リコって言ったのはこの子かなこ、うん、んな感じとかあとはねカメラも意外となんかあのー、揺らしたりあれしたりなんかいろいろしてるんであれってちゃんと自分がこれ こういうふうに編集するっていう決めて、ちゃんとこう、なんだろうな、あの、最初から、あの、じゃあこっちからと、こっちからこう撮ってカメラこうね、寄りで撮っていこうとか、なんかそういうの決められてるのかね、だからその作り方自体なのか、その、とりあえずやっといて、なんか編集でなんとかしてるのか、その辺もなんか気になるドラマっちゃ気になるドラマですよねっていう感じですね。そうですね。あと、まあそんな感じですかね。うん。 そうですねあとは5話かな5話かなんかで美智子とあとなんか哲夫っていうのを同じような人形を持ってる女の子が出てきたりとかね、うん、その辺とかもそうですよねだからお話が面白いとかいうよりなんかそっち系どう作ってるのかなとかどこでどう見せようとしてるのかなと、うん、それが自分的には興味があると。 はい、じゃあそのぐらいですね。<laughs> 今日またこれもまたちょっと編集ってことほどのことでもないんですけど、ちょっとそれが大変なんで、まあ自分は楽しく見れてるドラマですので、皆さんもよかったら見てください。ということでね、花太郎でした。失礼します。はい、あと言い忘れですね。面白い面白いっつってるんですけど、この、 スタッフさんがこんな感じですね。えっ、ー、と、脚本も、あ、モラルさんと詳しいモラルさんはね、結構やっぱうまい,いですよね。うん、他のドラマとかでも見てますけど、もともと舞台で描かれてた方なのかな、そんな感じですけど、と、 あの監督さんとでこの脚本とあとまあ監督もされてるって感じですね川島さんされてるとで本田さんのやつもなんか見てたしこんな感じのスタッフになってる感じですねでもまあトーンとしてはね人間を面白く見せていこうというそんな感じですねあと主題歌がこんな感じと、うん そんな感じでですので、まあ、皆さんもねもしよかったら、あのー、この監督さんとか脚本家さんの作品を調べてみても面白いかと思います。ということで花太郎でした失礼します。